わかんないけど、ミニテーブルも倒されるわ。どうするみたいな。ダンスしろって依頼来てんのに、音なかったらどうすんのみたいな。こんにちは、シエルです。そしてリナちゃんです。はい、よろしくお願いします。リナちゃん、マジシャンとして活動中ですが、はいはい、他にも活動してるのある？いや、ない。ない、マジシャン。うん、うん、あと、婚活。婚活。マジシャンと婚活女子として活躍中ですね。はい、はい、活躍中です。はい、リナちゃん、ちなみに、はい、マジシャンとして、いろんな現場に日々立ってると思いますが、はい、最近なんかちょっと大変だったなみたいなことありました？いや、あのね、うん、まあその今までまあユニットを組んでいたって、うん、まあ解散してないですけど、うん、ユニット組んでいて、まあ、2人の仕事が多かったんですよ、うんうんうん、で、まあ、去年ぐらいから1人でも頑張っていこうってことで、まあ、その時はもうソロがねできるかもね不安だったわけ、ずっと2人だったわけだからさ、うん、でもやっぱ立ってみれば経験でどん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 やっぱソロが慣れてきて、ちょっと調子に乗ってたんですよね、去年の年末、うん、でも調子に乗ることいいんじゃない？いや、でもね、自信じゃなくて、そうなんだけどね、うん、で去年の年末にね、まあ、一番最後のお仕事だったんですよ、はいはいはい、で、まあ、ちょっと気合が入ってたんですよ、はい、ただやっぱ私の依頼って結構30名ぐらいの依頼が多くて、うん、まあ、居酒屋を貸し切るとか、うんうん、まあ、飲食店をね、あとはまあホテルっていうのもあるんだけど、基本結構飲食店貸し切りのところがあって、うん、で今回もなんかこう営業メールをして、じゃあ決まりねみたいな感じで、うんうんうん、こう割とね軽い感じみたいな、うん、私あんまりその打ち合わせきっちりするとこはきっちりするんだけど、うんうん、もう当日来てねぐらいの感じだとそんなに打ち合わせしないんですよ、うんうん、で前日ぐらいに打ち合わせして、でその人たちも結構アバウトだったのよ、だからなんかね割とこう連絡がつかずに、で当日、まあ、控室があるのかも、前日は連絡はしてたしてたんだけど、うん、まあ、当日控室があるかも、当日までね、うん、連絡が来なかったんですよ、うんうん、で、まあ、居酒屋さん で私の中では、まあ、控室がなかった時はいつも、まあ、その下見だけしてお部屋を見て中の会場を見て、うん、まあ、どっかの喫茶店で道具とかセッティングして行こうって感じだったんだけど、うんうん、でもね結局その当日まで連絡がつかなかったし、私もまあなんかちょっとなんかこう慣れてきてたからか、うん、まあ、いつもはね会場絶対見るはずなのに、うん、じゃあその本番10分前にお店の前に行くんでみたいな感じで、うん、割とそのアバウトにやってしまったんですよ、うん、そしたら蓋を開けたらね、うん、入ったらなんていうのか、個室なんだろうけど、まずねこう長いテーブルがこうやって2つに分かれてるわけですよ、はい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 、でここにちょっとマジシャンが立てるかなって感じで、うん、人がこう前に出てくることもできないの、もう人数がもう詰め詰め で、そう、うんうん、でこっちはテーブル席なんだけど、こっちはあの靴を脱いで上がるお座敷がくっついてる感じ、うんうん、で後ろにねまた個室があるわけ、うん、でここを出入りがすごいわけ、そこで私はステージショーってこと？いや私はねサロンマジックだと思って、うんうん、割とサロンっぽいものしか持ってこなかったんですよ、うんうんうん、でもう会場着くまでにもうセッティングもしてたから、でねどうするみたいな、で各テーブルでもいいからって言われたんだけど、私テーブルマジック持ってきてなかったっけ、もう全部ほぼサロンマジックで収まる感じにしてて、でもうねそこで何するみたいなのやったんですけど、うん、だからさやっぱりさこうちょっと若手の人だったから、まあみんな飲んだり食べたり、うん、プラスもう出入りもするから、もうミニテーブルも倒されるわ、まあ、どこに向けていいかもわからないけど、うん、もう後ろもいるし、ね、後ろもいるしみたいな、でサムタイムとか持ってきてたんですね、うん、でサムタイムだったらいいじゃないですか、でやろうとするんだけど、もうみんな集中力がないからさ、うん、なんていうのかな、なんか私がさこのあのビニールテープでこう、ね、ビニールテープをさ、うん、親指と人差し指巻いてます、でこう貫通しましたっつってもさ、うん、はっ何全然意味わかんないんだけどみたいな、だってさみたいな現象やってんじゃんみたいな、え私ね10年間やってです意味わかんないってあれじゃない、不思議すぎて意味わかんない、いやいやいや何が不思議かわからない、だから説明を何これみたいな、説明を聞いてないからさ、もうどんじゃらがちゃんみたいな感じだから、もうここから始まったぐらいだ、そうもうここから始まって、え何みたいな、で私さ10年間でサムタイムをさ一から説明したのないわけだ、うん、だって現象すりゃさ、うん、そりゃ驚くじゃん、でその時に私は思ったのがちょっと話長くなっちゃったんですけど、私が思ったのはやっぱりね下見はちゃんとした方がいいなと、やっぱ会場にちゃんと見て、でマジッ
ックもそのサロンだったり、あとはテーブルマジックどっちも持ってくればよかったなと思って、うんうん、そこはちょっとねこう失敗談というか、うんうん、怠ったで、あんまり受けも良くないし、なおかつやっぱさ酔っ払ってる人たちだったから、うんうん、なんか見ないでっていうのに途中でもちょいちょい見てたわけさでも集中がさそこに行くからさ、もう自分のペースが乱れてさ、うんうん、もう意味わかんなくなっちゃってさ、だからダメだなって思いましたね。反省した。反省した。2018年ラスト。どう思います？まあもちろんその日反省だけど、うん、あこういうことあるんだってすごい学べるよね。あそうそうそう。でからくり師匠の現場ついてると、うんうん、そういうこといっぱいあるの。まあね。だからあのね。テーブルマジックでも、うん、サロンでも、うん、ステージでも、うん、ある程度やることを、例えばフォーナイトメアのロープのマジックって、私ステージでもやるし、サロンでもやるし、うん、テーブルマジックでもやるの、うん、だからやっぱそういうネタを持っといて、うん、ステージって言われててもテーブルホッピングに変更できたりとか、うん、そういうことは師匠の現場で学んだっていうか、そう、ね、そうしといた方がいいかなっていう風に、そうね。で、私の反省点は、うん、やっぱ各テーブルを回った方が良かったなと思ったんですよ。そうだね、サロンって言われてても、あこれはもうテーブルホッピングがいいなと思ったら、うん、サロンの道具だろうと抱えて回っちゃった方がやりやすかったかもしれない。そうなんですよ。だからやっぱ私は こういうお客さんがこの辺にいて、ここで真ん中でやるって思ってたから、うんうん、サロンっぽいのを持ってったんだけど、うんうんうん、もうここは1、ここ1 で、このお座敷の部分はこ半分で、ここ2、3って感じで10分ずつの30分でやればよかったなって、うん、本当にそれはちょっとその時の、うん、やっぱなんていうのかな、臨機応変に対応ができなかったことに、うんうん、ダメだったなと思って、初めてだとかね、そんな現場がね、あの前にね、うん、私もいろいろ反省した時にね、うん、昔ダンスショー依頼があったわけ、はいはいはい、で現場行ったら音使える話だったのよ、うん、音使えないって言われたの、うん、ダンスショーだよってわかります？ダンスしろって依頼来てんのに音なかったらどうすんのよみたいな、手拍子みたいな、お客さんのね、そうで、ダンサーも来てると、うん、でその時思った、うん、これは対応できないと、うん、あのダンサー2名連れてたから3人だったの、うんうん、でこれダンスショーじゃなくただのステージショーで、うん、マジシャン3人いて音出ないとかだったらもうネタも変えればいいし、うん、ホッピングにすればいいしとかいろんな対応ができた時に、ダンサー、うん、何ができるってなった時に、ダンサーさんにも申し訳ないし、せっかく来たのにだと音流れないのもあったし、だからそういう時にやっぱり、あ営業ってこういう言われててもね、こう打ち合わせしたり何かしてても、うん、こうそうなってしまうことがあるんだって思った時に、あじゃあやっぱりこうなった時に、じゃあどうしたらその場を乗り越えられたかっていう、うん、なんだろうね、学びになったから、そうね、そうそう、だから私はその時確かダンサーさんにはもうほんとマジックショーのアシスタントやってもらって、よくわかんないけど、ちょっと二人手拍子してみようみたいな感じで、なんかもう盛り上げ役みたいな感じでやってもらった思い出あって、打ち合わせとか下見って大事なこともあると思うけど、どんなにやっててもね、何かしら起きることがあるから、それはりなちゃんにとっては多分、あこうなるんだなっていう学びと、サムタイムって説明するときあるんだなっていう、いやだからもう本当にみんなに見てもらいたいっていう気持ちでサムタイムをやったんだけども、各テーブルでもう一点集中でもうやった方が良かったなとか、だから私はやっぱそれで思ったのは、まあ当日ちょっと早めに行って会場だけ見て、やっぱで、ま、あのテーブルマジック道具とサロンマジックどっちも持つっていうので、やっぱやった方がいいなと思って、なんかね、その場に行ってできないタイプなんだろうね、きっと。からくりさんがステージ衣装って言われてても急にホッピング行ったりするの、でそれは師匠的に思うわけだよ、いやこれステージじゃないな、絶対ステージをやっててもこれはダメだと思ったら急に変更するんだよね。でそれを見て、なんかどんなに打ち合わせしたりとか、どんなにそう言われてても、実際カツカツしてるねイベントとかもあるわけ、担当者の人、幹事さんが厳しいとか、だけどある程度許してくれるんだったら楽しんでもらえるようにが一番だから、途中変更っていうのはまあありなのかな。いやだからもう臨機応変に、本当に臨機応変にやるってことを学びましたね、うん、そこで、うん、そうなんですよ。 それがね、もうあのうわーってなって、うん、もうそれも仕事納めだったから、うん、もうショックで、ね、お客さんっていうのはさ、やっぱ飲んだ席だったり居酒屋とかって集中力がないわけじゃん、やっぱそこまで、うん、あのあれですよ、マジック
ックの営業なんて、ま、みんなマジックを見るために来てるわけじゃない、うん、そうなんですよ。みんな、あ、何今日、あ、余興でマジシャンなんだ、うん、みたいなところから始まるから、うんうん、いかにこうみんなが見る姿勢じゃないのに、うん、こう見てもらえるようにいくのかっていうところは、もうその時のお客さんの雰囲気と、うん、自分のテンションと、そうなんですよ、うん、それ次第だから全部もう経験だし、そうなんですね、本当に学びがあってちょっとこれ、うん、カットしてもいいんだけど、うん